にちは。こんばんに、黒影カザハです。今回もドラゴンズドグマオンラインカザハの冒険をご視聴いただきありがとうございます。そして今回から話すスピードを変えてみました。どうですか？これくらいの方がめんどくさくなくてゲフンゲフン聞き取りやすくていいと思うのですが、あと申し訳ないのですが前回よりだいぶレベルが上がっています。ということとボーンが2人になりました。今回のボーンはニャカメのアルケミストから冬を引っ張ってきました。社員の加入は3人目になるのでだいぶ先ですがご了承ください。皆さん、こんばんに、リフだよ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録していただけるとやる気が出て面白い動画が作れると思います。そのためにもお前のような息の良い各社にこそ力を存分に発揮してほしいのだ。レオがお前を残したのもきっと顔つなぎのつもりだろう。早速ながトリネを出て川の井に進んでくれ。橋の近くの洞窟に厄介な魔物が出現するのだ。その魔物を任せる。討伐してあの一帯の安全を確保してくれ。ここはまさにオアシスといったところですね。ここなら安全です。拠点です。ここなら安全です。ご苦労だった。お前が見事に魔物を倒したという報告は受けている。一つ確認しておきたいのだが、戦利品はブラッドオーブだっただろう。うむ、やはりな。そのブラッドオーブは神殿に持ち帰って白竜に捧げてくれ。白竜の回復が我々各社の能力を引き上げしてはこのなき戦いに終止符を打つことになるのだ。詳しいことは神殿に入るミシアルに聞くとよい。走っているかもしれないが、我々はリムと呼ばれる方法を使ってこの体を東方へ転移することができる。つまり無駄な体力を使わずに拠点間を転機できるというわけだ。もちろん神殿へも一瞬で帰ることができる。覚えておくとよい。
して、今晩に、みんな、私はクロトだ、以後見知りおきを。さて、なぜ、こんなにもブラッドオーブがいるのかは、考えてくれ。それでは、編集がめんどくさいので、最後まで垂れ流します。あとは字幕で、どうぞ。当然の結果でしょう。Thank you.
ので危険なもの。